スカットライン。俺の名前はヒロシ。そこそこ大きい会社で部長をやっているのですが、過去に恋愛で辛い経験をしてきたので身も心もボロボロです。とはいえやっぱり奥さんが欲しいなということで、今日は婚活パーティーに来ているのですが、とんでもなく素敵な出会いがありました。あ、どうも、はじめまして。35番のヒロシと言います。はじめまして、みつこです。この会場で一目見た時からずっと話してみたくて。本当ですか？はい、ヒロシさん、ハンサムだし、いい会社にお勤めみたいですし。ありがとうございます。みつこさんもモテモテですね。さっき男性陣に囲まれてましたし。そうなんです。集団に捕まっちゃって、やっと逃げ切れたところです。今でも私のこと探し回ってるみたいですけどね。男の集団がこっちに走ってきましたよ。この人たち、さっきは化粧室までついてこようとしたんですよ。とにかく私を捕まえようと必死なんです。いや、あんたらどんだけ捕まえたいんだよ。伝説のポケモンに遭遇した時ぐらい必死じゃねえか。もうちょっと恋愛のレベル上げが必要なんじゃないの？ったく。笑っていただきありがとうございます。よかったら場所変えてお話ししませんか？これでよければぜひ。それじゃあ、あっちに移動しましょう。大丈夫ですか？ごめんなさい、わざとです。田中みな実、あざとすぎでしょ。だって好きになってもらいたくて。そんな簡単には好きにならないですよ。女性不信だからなかなか心開かないですし、もう国運かってくらいに殻にこもってます。じゃあヒロシさんを落とすために頑張ります。やっちょ、上目遣いやめて。こうして俺は女性一番人気のみつこと出会いました。みつこは男が喜ぶポイントを知り尽くしているようで、あざといテクニックをふんだんに使ってきました。恋愛タイプの俺には効果は抜群で、メロメロになってしまいました。もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対。イエーイ。そして半年後、俺とみつこは現在結婚を前提に付き合っています。しかし最近はコロナの影響で自宅待機の日々が続いており、実家に帰っているみつことはなかなか会えていません。みつこ、毎日家に一人ぼっちで寂しいよ。仕方ないでしょ、コロナで外出できないんだし。そうなんだけど、最近全然デートできてないからさ。そうだよね、でも落ち着くまでは我慢しなきゃね。はい、わかりました。でさ、提案があるんだけど、今日の夜オンラインデートしない？はい、何ですかそれ。知らないの？ビデオ通話しながら一緒にお酒飲んだりデートっぽいことするの。ビデオ通話でデート？じゃあキスしたいときはどうすんのよ。インカメラに向かってキスするんじゃない？客観的に見たら超痛いやつじゃん。それカメラと濃厚接触してるだけだからね。でも今後はオンラインデートが主流になるみたいだよ。近い将来全部オンラインで完結するからさ、わざわざ会う必要がなくなるんだよね。いや、そんな未来絶対男が許さないから。テクノロジーの進化で世界は変わってもスケベは変わらねえから。ちょっと何言ってるかわからない。実は大事な話もあるんだよね。今日の夜にでもビデオ通話しよう。そしてその日の夜。ヒロシ、見えてる？見えてるよ。そっか、それじゃあ早速だけど、今日言ってた大事な話。もしかして逆プロポーズ？実は子供ができたの。はい。しかも双子。はい、双子。ほら見て。驚きのあまり拍子抜けしてしまいました。子供は二人の思い出をたくさん作って、結婚生活が落ち着いてからとみつこと話し合いで決めていたので、しっかりと否認していたからです。それでも子供を授かることができて本当に嬉しかったです。そっか、それじゃあ子供のためにも一層頑張らなきゃな。ぼちぼち子育てと結婚式の準備もしなきゃね。これからはたくさんお金かかっちゃうな。そうだね。出産も実家近くの病院でお世話になるから。そっか、できることなら立ち会いたかったな。任せっきりでごめんね。大丈夫。でもこれから結構お金かかっちゃうからさ、私の口座に生活費とか振り込んでくれない？わかった、いくらあれば足りる？とりあえずベビー用品とか一式必要だから200万で。ベビー用品に200万？王族の子供か何か？さすがに高すぎでしょ。いや、出産費用と結婚費用も込みだから。まあ確かにいろいろお金かかるけどさ。さては私のこと疑ってるの？いや、まあ信用はしてるけど、さすがに大金だしな。じゃあこれでどうだ。ヒロシさん、はじめまして、みつこの父です。お父さん。娘のことどうかよろしくお願いします。私の可愛い一人娘なんです。先日コロナの影響で職を失いまして、お金に困っているんです。だから娘を援助することができなくて。そうだったんですか、わかりました。僕にできることがあれば全力で手伝いますんで。ということで、
一時は三つ子のことを軽く怪しんでしまったのですが、まさかのお父さんの登場で二人を信用することにしました。出産も子育てもしばらくの間は三つ子に任せっきりになってしまうので、貯金の200万を振り込むことに。しかし前から息子の件で気になることがあったので、行きつけの病院に行ってみることにしたのですが、不妊症、なんとストレスによる後天性の不妊症と診断されたのです。それなのになぜ三つ子は子供を授かることができたのでしょうか。正直疑いたくはないので、三つ子をやんわり試すためにある作戦を実行することにしました。そして作戦決行日、お父さん、そして三つ子、今日はオンライン飲み会ということで三人の親睦を深めましょう。それじゃあ乾杯。あ、そういえば前からお父さんに聞きたかったんですけど、三つ子の名前の由来って何ですか。由来、あ、その三つ子が生まれたのが3月25日だったから。あー、そういうことだったんですね。まあ三つ子は9月生まれなんですけど。じゃあお父さん、三つ子が子供だった時の思い出話とか聞きたいです。なんかあったっけな。あー、親子のエピソードゼロ、ぽい親戚かってくらい思い出ないですね。ちょっとヒロシ、仲良く行きましょう。私たち結婚して家族になるんだから。結婚家族。そう、私と結婚してくれるって言ったよね。ヒロシの子供を授かったわけだし。いや、俺不妊症なんだけど。小種の製造工場が機能してないの。それにしっかり否認もしてたし。じゃああれか、父親を否認するってのか。うん、ちょっと何言ってるかわからない。そもそもあんたら親子じゃないだろ。はあ、二人の顔親子だってのに全然似てないしな。ホイキングとギャラドス並みに面影ないわ。それは妊娠を理由に結婚持ちかけて金騙し取ってんじゃないの。ちょっとデタラメ言わないでよ。そうだ、そんなに言うなら証拠を出せ。それじゃあ皆さん入室お願いします。え、嘘でしょ。この人たちは俺と同じ日に婚活会場にいたメンバーだ。見覚えあるよな。まあ確かに LINE は交換した。でもそれだけ。じゃあなんで5人全員と双子できてんの。いや、たまたま全員の子を授かっちゃって。そんなわけねえだろ。どんな図体してんだよ。お前はビッグマムか。はあ、なんだ、全部バレてたんだ。まあいいや、あんたから200万振り込んでもらったし。おい、さっさとずらかるわよ。へっ、お遊びはこれで終わりだ。おい待て。やだよヒロシ。おい逃げんじゃねえ。翌日さっさとお金下ろして逃げるわよ。200万円と。残高不足です。はあ、入金されてないんだけど。なんでなんで。ねえヒロシ、200万振り込んだよね。ちゃんと振り込もうとはしたよ。まあ1日の振り込み限度額ってのがあるみたいでエラーになってたけどね。何してんの、早く振り込みなさいよ。いや、なんでだよ。まあいいわ、私の恋愛テクニックでまたカモになりそうな男捕まえてやるんだから。探すのめんどくせえけどな。安心しろ、お前を狙ってる男は近くにたくさんいるから。え、やっぱり私っていつも男にモテモテだもんね。婚活パーティーでも男に囲まれてたし。ああ、今も囲まれてるよ、警察に。警察？もしかして警察にチクったの？そう、全員で被害届出しといた。そんな。そうじゃねえ。じゃねえよ、俺が結婚詐欺に引っかかるわけねえだろ。まさか、あんたも同業者だったの？いや、そんなわけねえだろ。もう私の計画が台無しじゃん。せっかく男を落とす恋愛テクニックたくさん使ったのに。どんな強力な恋愛テクニックを使ったとしてもな、愛情のテクニシャンには勝てないから。次は本気で人を愛すことを学べよ。それじゃあな、三つ子。やばい、今すぐ逃げないと。あんたたち急に何なのよ。話しなさいよ。てめえ、私を置いて逃げんじゃねえ。その後、主犯の三つ子と男は包囲され警察に連行されていきました。どうやら妊娠はでっち上げで、男とグルになってお金を騙し取っていたようです。他にもたくさんの被害者が見つかったようで、かなりの刑の重さになるんだとか。警察に話を聞いたところ、今回のように女性の結婚詐欺師と仲間の男が父親を演じて金を騙し取るケースも多いんだとか。手口も多様化しているので気をつけないといけないですね。まあそういうわけで、今回は幸せをつかむことはできませんでした。ヒロシの運命の女性を探す旅はまだまだ続く。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。